愛知県岡崎市の店舗銀座に心川は高級食パン専門店のチェーン。高級食パン専門店の銀座に心川は株式会社銀座西川が運営しており、2021年5月現在104店舗が営業している。販売している商品は2金で1本の食パンのみで価格は税込み864円と通常の食パンより かなりの高価格となっているが、高級食パンとしては、同業他社と同程度の価格である。老舗感を強調した名称と店舗の外観になっているが、創業は最近のことで、運営会社の設立が2018年5月、1号店が2018年9月13日のオープンとなっている。運営会社の筆頭株主は、上場企業である株式会社、 OSG コーポレーションで、主に浄水機などのメーカーであり、子会社の株式会社、OSG コミュニケーションズを通して41.6%の株式を保有し、連結対象としている。同程度の41.6%の株式を保有している株式会社、コイサンズは、運営会社の代表取締役、高橋ひとしが以前より30、愛知で、ベーカリー、 外食店舗を展開していた会社である。銀座に心し川水にこだわる高級食パンは2019年9月27日に商標登録された。その他に銀座に心し川は2019年12月20日に商標登録された。店名の由来は社長の高橋人氏の名前部分を西と呼び水にこだわっていることから水を意味する川川をつけ、 西川としたと記載されているが、高級食パンの同業で先に創業した石川という店があり、に、ね、志川より前に、商標も登録されており、さすがに似すぎではないのかという批判もある。ありがとうございます。